はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理北海道回る2をお送りします。で、前回からね、北海道が始まってこれで2本目で、で、今回は穴埋めがすごい少なくて4問だけです。ちょっとね、同じ答えのが2箇所ありますけど、穴埋め問題としては4問だけになってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあきっとね、サクッと終わってしまうと思うんですけど、じゃあまず1番からいきましょう。で、ちょっと歴史の話が入ります、今回は。で、まず北海道っていうのはね、もともと先住民がいたんです。先住民族がいた。その先住民族の名前がカタカナでアイヌって言います。で、アイヌの人たちね、アイヌ民族って言い方をする時もあるけどね。で、そのアイヌの人たちが住んでた土地だったんです、北海道は。けれど、明治時代です。になると、政府はホニャララっていうのを置いて、ホニャララ兵などによる大規模な開拓を行いました。で、まず政府が置いたものです。で、これを、まあ、北海道のことなんで北海道がつく。で、北海道を開拓、まあ、開いていくね、するためのものなので、北海道開拓使って言います。っていうのを置いたの。で、これを置いて、ホニャララ兵です。で、これ兵の名前が、これも歴史でも出てきましたけどね、トンデン兵って言います。で、その人たちなどによって、その大規模な開拓を行ったと。で、それどん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 開拓を行っていったので、同じ答え入ります。もともとね、住んでたアイヌの人たちは土地をどん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 奪われていく。ね、住むとこがなくなっていくんです。っていう風な歴史がある。で、もちろんさっきも言ったように歴史でもやりましたが、ここでもね、再確認として覚えておいてください。で、現在ね、今は、その、もうちょっと同じ答えなんで入れちゃいますけど、アイヌのね、人たちの、例えば伝統的な音楽とか、踊りとか、生活様式、これライフスタイルね、とかあるんですよ。そのアイヌの人たちのものがあって、で、それを風化させずに、なくさずに、将来へ受け継いでいこうっていうことをするために様々な取り組みが行われてます。今もね。っていうのがまず歴史の話です。主にこっちが。で、最後の2行はちょっと話が変わって人口の話なんですけど、現在の北海道っていうのはまあ広いじゃないですか、すごく。で、都市部に人口が集中してます。都市部にね。で、中でも北海道1個だけ政令指定都市があります。これね、政令指定都市であるホニャララ市は北海道の人口、全部の人口の3分の1が集まってます。3分の1以上がね。で、何市かっていうと、札幌市です、ね、そこに人口の3分の1以上が占めてると。で、ちなみに政令指定都市、ね、日本にいっぱいありますけど、その中で4番目に人口が多いです。それぐらい多い人が。で、他にも旭川市とか、まあ、函館市とか釧路とかいっぱいありますけど、そういった大都市、都市部にね、人口が集中していると、そういう傾向があります、北海道はね。ではちょっとサクッと終わってしまいましたが、今回は社会の地理北海道丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が北海道丸3ということで、北海道最後です。そして一応予定なんですが、地理の動画も最後になりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。